ふるさと納税、あなたはもう知っていますか？ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金制度のこと。寄付することで地域を応援することができます。それに加えて、寄付に対するお礼として地域の特産品を贈る自治体もあります。嬉しい3つの注目ポイント。お米やお肉などの特産品がお礼品として用意されている地域もあります。複数の地域に寄付することもできるので、いろいろなお礼品をもらえるかも。寄付した金額はその年の所得税と翌年度の個人住民税から還付・控除されます。控除上限額以内であれば、自己負担額は実質2,000円。12月末までに行った寄付が今年の所得税還付、翌年度の個人住民税控除の対象になります。さとふるのサイトで控除上限額のシミュレーションができますので、ぜひお試しください。より正確な金額を知りたい場合は、専門家である税理士や所轄の税務署までご確認ください。寄付する先は生まれた地域に限らず自由に選ぶことができます。また寄付金の使い道を指定できる自治体もあるので、地域貢献に直接関われます。寄付を通じて地域の人を応援して、お礼品を通じて新たな地域の魅力を知る、寄付金を有効活用した地域づくりに貢献でき、地域の生産者も喜び、寄付した方も嬉しい、関わるすべての方が幸せになれる制度がふるさと納税です。